おはようございます、星野瑠璃です。2021年愛知杯の予想ということで、去年は小倉で行われた愛知杯なんですが、今年は例年通りに中京で開催されます。牝馬限定ハンデ重賞ということで、毎年毎年荒れているレースとなりますので、今年もしっかりと分析して、的中を目指していきたいと思います。それではいつも通りデータから紹介していきたいと思います。まずデータその1、前走1着馬、去年は馬券に絡むことができなかったデータなんですが、愛知杯は毎年前走1着馬が馬券に絡んでいました。今年の該当馬はナルハヤ、リンディーホップ、レッドアステルの3頭となっています。続いてデータその2、前年のエリザベス女王杯出走馬、2017年からは毎年前年のエリザベス女王杯に出走していた馬が馬券に絡んでいて、そして毎年連帯しています。今年の該当馬はセンテリオと、サトノガーネットと、ウラヌスチャーム、ウィンマイティの計4頭となっています。続いてデータその3、トップハンデ馬、こちらが1月開催になってからのトップハンデ馬の成績の一覧となっています。5年中4年で馬券に絡んでいますので、トップハンデの馬の成績はかなりいいと思います。今年のトップハンデ馬は56キロで出走してくるセンチュリオと、電光アンジュの2頭がトップハンデで56キロとなりますので、この2頭には注目です。ということで、ここからはまとめに入っていきたいと思います。中京芝コースは見た目はかなりボコボコに荒れていて、特に4コーナーのあたりというのはダートみたいに砂が巻き上がってしまうような状態になっているんですが、新山記念は1分33秒3というタイムが出たように、タイムでいうと速いタイムとなっています。で、おそらく連続開催対策として、馬場自体を固めているからタイムが速く出ているのかなと思われます。で、特に直線コースは内から1頭か2頭分ぐらいがいい状態っていう風になってますので、逃げ馬が残るというケースが多くなっています。で、先週は芝レースは全部で12レース行われましたが、12レース中7レースで逃げ馬が3着以内に入っていました。で、そういう傾向を見ていると、先行馬が有利なのかなという感じがするんですが、先行馬は逃げ馬だけが来て、あとは差し馬が来ているというケースがかなり多くなっていますので、最後の直線で内側を通った逃げ馬が有利ということだと思われます。で、そういったことはもちろん騎手も分かっていることなの で、愛知杯、今回の愛知杯は逃げ馬が多くなっているだけに、かなりハイペースになってしまう可能性が高くなってきました。ディアンドル、タガノアスワード、ナルハヤの3頭が逃げ馬候補になるかなと思います。で、これならば追い込み場狙いでもいいんですが、今の中京は中段ぐらいの位置にはつけていないと、ちょっと厳しいかなという感じの馬場ですので、
そういったことを頭に入れながら、まあ、全体的な予想をしていきたいと思います。でそんなことも頭に入れて、私の本命は6番のセンチュリオにしたいと思います。トップハンデの一番人気となりそうですので、今の荒れる中京では評価を下げたくなるところなんですが、愛知杯はトップハンデ馬が強くなっておりますし、去年の秋に牡馬相手に G2 を勝っているということを考えると、ここでは力が上のはずだと思います。で金走は後ろから行く競馬になっているんですが、スタートが悪い馬なわけではないので、騎手次第では中段の位置からも競馬ができるはずだと思います。で実際にルメール騎手は2年前のエリザベス女王杯で騎乗していて、先行させて見せ場を作りましたので、相性としてはいいはずです。でやや重のオールカマーを飼っているとはいえ、飛びが大きい馬で両馬場の方がいいと騎乗した騎手たちは言っていましたので、時計が速い今の中京馬場の方が合っていそうかなと思います。で今週の中京競馬場はおそらく雨は降らないと思うので、センチュリオにとってはベストな馬場でできるはずです。でメンバーを考えると、日経新春杯でも十分に勝ち負けになったんですが、登録すらせずに愛知杯に絞ってきてますので、陣営的には確実に勝ちに来た一戦と考えていいかなと思います。で2番手に挙げたいのが15番のシゲルピンクダイヤ。とマイル中心に使われてきた馬で、前走は久々の 2000m でしたが好走できました。周華賞3着という実績があるということを考えると、この距離が合っているんだと思います。日経新春杯はレース後のコメントだと、抜け出してから遊んでいたと言っていて、実際にボッケリーニに抜かれた後は差が広がらなかったということを考えると、余力は十分に残っていたということです。でハンデは54キロ据え置きとなっていて、今度は牝馬限定戦になるということを考えると、ここはかなり有利になるはずです。で3番手以降というのはロードカナロワとルーラーシップ3区を狙いたいと思います。で中山が特に傾向が出ていましたが、12月からの冬開催でキングカメハメハ系がかなり活躍してきています。で中京はロードカナロワとルーラーシップ3区の成績が良くなっていますので、ここは愛知杯でも狙ってみたいと思います。ちなみにこちらが12月以降の芝の中京メインレースで馬券に絡んだキングカメハメハ系の一覧となっています。7レース行われて、7レース中5レースで馬券に絡んでいます。ほとんど短距離というのはありますが、中日新聞杯でも勝っているだけに期待はできるかなと思います。なので1番のドウナウデルタ、3番のディアンドル、4番のウラヌスチャームの3頭に期待したいと思います。で今回の出走メンバーでキングカメハメハどころかキングマンボを持っている馬まで広げても、この3頭しかいませんので、ここはシンプルに狙ってみようかなと思います。ということで買い目なんですが、5番のセンテリオと15番のシゲルピンクダイヤの2頭から流して、キングカメハメハ系へのワイドも買いたいと思います。なので馬連で5番と15番から相手が1、3、4、5の7点8点あとワイドで5番と15番から1、3、4の6点、この辺りを資金配分しながら買おうと思っています。最終的な買い目は当日の傾向、パドックの状態、馬体重の増減などを見た後に、ブログの方に書きたいと思っております。で私のブログはツイッターをフォローしていただければ、ブログが上がるとツイッターに上がるようになってますので、ツイッターの ID を概要欄に記載しておきます。そちらの方も参考にしてみてください。
じゃあ2021年愛知杯の予想こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたねー。